はい、どうも、モノヤです。はい、どうも、トモです。トモチャンネル、チャンネルトモだっけ。いや、今、トモチャンネル。あれ、戻ったの。はい、もうなんか戻りました。あ、いや、まあまあまあ、まあまあ、了解です。じゃあ今日はね、まあ、せっかく君がね、まあ、コラボ動画を撮りたいって言ってたから、何個か撮ろうかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、今回は別に飛行機とは関係なく、ちょっと質問をね、はい、しようと思うんですけども、まあ、君が好きな YouTuber はね、まあ、やっぱ中国に来ても、まあ、よく見てたフィッシャーズ。おえ、俺じゃないの。いや、フィッシャーズ。あ、そう。そあれでも、ブームのそっちのプロフィールには一応、オノだって書いてある。あ、オノだって。あ、ありがとう。オッケー。好きな YouTuber とね。あ、じゃあフィッシャーズなんだね。はい。何がいいの。いや、俺フィッシャーズって、俺も結構 YouTube って見てる。ヒカキン氏とかもたまに見てるよ。フィッシャーズは見てないけど。フィッシャーズなんか外とかでアスレチックいろいろと行ったり、なんか僕も外で体を動かすのが好きだから、そういうの参考にして行ってみたいなとか、そういう。なるほどね。やっぱ外で撮るのが、それは好きと。他にはじゃあ他、なんかみんなものすごい仲が良くて、ものすごいなんか家族みたいな関係みたいな。ああ、なるほどね。じゃあ他のグループとかチャンネルでなんか好きなのってある。またまあそうしたらもう小野田さん。ああ、もう2番目ね。もう2番目。2番目なんだ。2番目。ああ、オッケーオッケーオッケー。なるほどね。じゃあ3番目は誰か。そこそことかね。そこそこ好きな人とか。ヒカキン。ヒカキン、やっぱり王道。ああ、なるほどね。他はなんかいない、こう。他ヒカルとか。ヒカルくん、ヒカル氏とか。ヒカル、ヒカルやな。そうなんだ。光系は嫌なの。ラファエルとか。そうそうそう。あ、そうなんだ。そっち系の事務所だって。あ、やっぱウームがいいんだね。ウームとか。じゃあウームだと誰だろうな、他には。アバンティーズ。あ、知らない。知らないというか知ってるけど見ない。そうなんだ。カリスマブラザーズとか。あ、好き。ぼちぼち。ぼちぼち。あ、そっか。なるほどね。やっぱりね、ブームネットワークに所属してるから、うん、じゃあいつか会えるかもしれない。会えるかもしれない。イベントとか参加してたらね、ブームの。そうなんだ。分かった。はい。なんかじゃあそんなに有名じゃないけど好きだみたいなのはいない、あんまり。正義。正義？田中。ああ、友達ね。あいつはよくわかんない動画出すから。ああ、なるほどね。やっぱりまあ知ってる人の動画っていうのは面白いのはね、面白いね。なるほど。じゃあね、正義くんの動画もよかったら見てあげてください。というわけで、じゃあ、まあ、今回はね、現役小学生に好きな YouTuber を聞いてみたい。やっぱフィッシャーズってでもね、すごい今ね勢いがあるんでしょ。そっか、俺もじゃあフィッシャーズ目指すわ。